な企画はですね、まひめろたんがぬちゃぬちゃしちゃう企画でございます。まひめろたん、推しの子、星野アイにコスプレしてみたーい。イエーイ。いやもうね、ひめちゃんが星野アイちゃんのコスプレしてマジで可愛いと思うんだよね。でさ、今日ママ誰風だと思う？ちょっとよくわかんない。おさんちょっと誰かよくわかんないですね。ルビーちゃん。何？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 豊かになってる。はい。誰がこんなとこで相棒出せっつった。ということでね、はい、今日は姫ちゃんを愛ちゃんにしていくんですが、はい、まあ、このままでもね、可愛いんやけど。せっかくなんでな、もうちょっとな、本格的にやっていこうかなと思いまして。はい、汚いんだね、いいな。いやいや、じゃあその汚い眉毛から。汚いとか言うな。眉毛から整えてくよ、うん、もう全部剃っていい？無理、ママじゃないんやからやめて。ママはあるわ一応、申し訳ない程度。嘘つくな。平安時代の人みたいな。誰がマロや。ひめちゃん、あの推しの子のさ、ダンスまだ覚えとる？覚えとるよ。え、覚えとるに決まっとるやん。つい何日前？2日前ぐらいに踊ったやんな。覚えとるよ。で、今回はちょっとね、いつもはねコスプレするときファンでは知らないけど、やっぱ愛ちゃんといえばちょっとさ、じゃあひめちゃんはほらわんぱく元気っ子やから、ちょっとさ日焼けしてしまっとる。ちょっと白くしたいから軽くファンデーションを塗るね。あ、しかも今回はなんと姫ちゃん、あの歴代今までいろんなコスプレしたけど、初カラコンを着用してのコスプレ。じゃ化粧前にカラコンつけた方がいいから、先にカラコンから紹介しちゃおう。おい、ちょっとね、愛ちゃんが目が下がピンク、上が紫、キラキラみたいな独特なカラコンなんさ。で、コスプレしとる人、他の人見てもピンクのカラコンをしとる人もおれば紫のカラコンをしとる人もおって、結構分かれとったんな。で、姫ちゃん今回はちょっとなんかピンク紫みたいな、中心がね、これほんのり紫がかっとるカラコンなんやけど、エティアクールワンデーのビオラっていうカラコンをします。おー、入った。でもここめっちゃピンク。あー、わかる。邪魔。よし、じゃあテープアイから。あんまりガッツリにはしてないよ、うん、ナチュラル、うんうんうん、ナチュラルぐらいがいいんやろ、うん、こっち入った。暗い。ファンは可愛いのずるいだろ。いやでも言っとるよ、親戚ちゃんたちも。姫ちゃんは一重界のプリンセスって。あ一重やのに可愛いからいいねって。姫は可愛いと思ってる、自分のこと。え、そうなん。一重でも可愛いと思ってる。え、でも別に二重にしたいとかはないやろ。ないんかい。よっしゃ、ここにね、ファンデーションをね。あ、なんかピンクのやつや。これピンクやと思うやろ。ちょっとトーンアップさせるんや。ピンクやん。こっち。ピンクやん。これ見て、ちょっと、ほら。ちょっと肌の色白なったやろ。わかる？くそい。ちょっと白なったやろ。うん。あんまりわからんけど。え？くそや。ちょっと姫の肌の色が白くなってる。もともと白いから。ちょっとやる気強いな。力強い。ほら、ひめちゃんはさ、推しの子さ、あの、あれやろ、推しはアクアちゃんよ。アクアちゃん、もうずっとさ、あの推しの子見とるんやけどさ、アニメ、アクアっていう名前やと思っとった、うん、そしたらなんと、アクのアクアマリン、衝撃的やったんやけど。どう思う？アクアマリンって絶対キラキラねえよな。ルビーもだな。
じゃあお題はキラキラネームについて。キラキラネームはありなし？限度によるかな、そのキラキラ具合。そうそうそう、キラキラ具合による。アクアとかルビーとかまで行くとちょっと、うん、だって通常でさ生活するとしてさ、名前なんですか、うん、ルビーですってさ、うん、姫は言えかな。あ、姫やな。じゃあちなみに、はい、姫ちゃんの自分の名前に関してはキラキラネームやと思っとる？思ってない？思ってない。キラキラネームちゃうやん。嘘。キラキラネームはない。姫ちゃん、姫ちゃんの名前は綺麗の姫に、姫様の姫に、愛情の愛で、なんて読む？マヒメ。キラキラネームじゃない。キラキラ。え？キラキラではないだろ。だって頑張れば読めるもん。だって言われて、うん、あーってなるやろ。まあ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 、いやでもな、言っていい、うん、まあまあ自分はキラキラネームやと思ってあえてつけとるけど。だってさ、キラキラネームって可愛いやん。なんか、かわいい。ナウイ。古い。古いやん。絶対やつなんて。知っとんのかな、今の女子高校生。ナウイ。ナウイってどういう意味でしょうって言われて、知りませんっていう子絶対おりやん。うそや。年齢バレる？年齢の18歳。変わった？変わったよ。あ、なんかキラキラしてる。あ、そうそうそう、ラメが。ラメがつきました。あ、ほんとや。目のさ、まぶたの重たい子がピンクのメイクするとすごく重く見えるんよね。え、なんかさ、うん、こうやってするとさ、うん、めっちゃピンク分かるの見える。ピンクつけるとしたら、できれば濃いめのピンクの方がいいんやけどな。あ、見て、開いてる。これ目に入ってないついてない。それちょっと話してやるようにしとんだよ。なんとばしい。目の下ピンクになった。え、うーんっていう感じ。そうそう。ちょっと。あのさ、その顔だけでいいのな。あの効果音いらんから。開いてる。開いてた。クマ、クマできた。働きすぎたい。働きすぎたいはやばいやろ。眉毛さ、他のコスプレイヤーさん見とると紫にしとる人もおれば黒で細く描いとる人もおるんやけど、どうする？どうする？髪の色による。髪の色？いく。こんな色。ちょっと紫、ほんのり紫の黒ぐらいでやる、うん、あんまり黒やと、まあ、混ぜた、混ぜてな、うん、服で、うん、この服とこの服どっち買おうってなった時どうする？どっちかしか買えなかった、両方買う、片方だけしか買えない。お金が どうやって決める？その買う方。いや、ママは基本的に悩んだら両方買う派やけど、うん、どうしてもどっちかしか買えへんかったら、絶対どっちかの方がちょっと大きいやん、気持ち。ちょっと大きい方の方を買うかな、うん、とか、あと色、あ、色で服、ピンクの服と水色の服と悩んだりして、どっちも可愛い、どっちも欲しい、ピンク買うか、自分の好きな色。いや、どうすんの、その一個しか買えへん。買わん。あ、もう両買わん、うん、じゃあ例えばストプリちゃんのグッズ、いつもママは買ってるけど、もうあんたそろそろ自分のお小遣いで買いなってなったとしよう、うん、そしたらお小遣いの範囲で買えるものしか買わへんや、うん、どうすんの？全財産につぎ込んででも買いますけど。アイライン、ママ一番嫌い、人にするとアイラインが一番さ、うん、やりにくい。次は第二工程の重要な部分をやるから絶対動かんといて。 It's my love パワー。ママの顔見ながら何考えとった？ママの髪の毛って人毛かな？人毛やろ、どう考えても。あの、この辺にだけまつげをね、注入しようかなって思うから。急に、うん、あの、つけてもいいんやけど、描いた方がいいかな、うんうん、なんかナチュラル系にしてはそんなガッツリは描いてないけど、うん、なあ、ひめちゃん、はい、推しの子のアニメ見た？一話しか見てない。一話と二話の途中。そう。一話のあのシーン良かったんですけど、見てない人にもネタバレになるとあかんね。あんまり言えへんけど、あのシーンわかる？あの
玄関のシーン、東京ドームのさ、うん、公演前の、うん、あのシーン、うん、でも言ったらネタバレなんの？でもさ、有名なセリフってあるよな。やっと言えた。叩かれてもらって、もう叩かれたか。ユリミにシェービング、これシェービング、シェービング、ひげ剃っちゃうわ、鼻筋高くなった。これでこれ何すると思う？光、うん、そう、光、目の中にハイライト、ね、閉めてくれ。あれ？姫ってさ、地味にさ、まつげちゃんとあるよな、これ。地味にまつげ長いよな。そうなん、うん、これちゃんと上げたらこうやってなるもん。見えるかな。ママはさ、もうスカスカのさ、チュンチュクチュンやから。眉毛もまつげもないとか、かわいそう。あ、そうなるか。なんか人によるんやけど、まつげつけることによって目が大きくなる子っておるんよ。ここ大きくなるやん。さっきのここが下がっとるから、なんかこう三角になる目が、うん、こっち向いてみて、ほら三角になる。ってことはまつげこっからつけた方がいいってことや。三角になるな、うん、あ、よくね。どう、さっきのさ、三角よりよくね。どう、三角やんか。いや、三角じゃないよ。半円、あ、半円はいいの。三角やから、目が三角ってやんの、エロいやつやん。なんで目三角でエロいやん。どういうさ、認識だろうな。嘘やん。え、でもアンパンマンとかにも出てきそうやん。絶対アンパンマンにエロいやつ出てきたらいいやん。もしもアンパンマンにエロいキャラクターが出てきたら、名前何が何も炎上するって。大丈夫、下ネタは世界共通笑いネタやから。いや、笑いやんやさ、笑いやん。さ、最近さ、こことここをさ、ちょっとなんかピンクにしたの流行ってない？そうだ。なあなあ、で、今日ギャルメイク。アイドルって。あれ、ギャルメイク、ギャル超かわいい。メイクはね、こんな感じ。あとはね、グロスはちょっと総仕上げの時にします。こんな感じ。え、かわいい、かわいい、かわいい。この辺はちょっと下まつげを描いて、あんまりな、顔上げるとな、ティンティリンティリン、ここが、ここが、髪の毛で隠して、髪の毛で隠して、誰が顔丸い。バトルオーダー、ドーン。なに、顔丸くなる呪文しとんの。こんな感じのメイクでございます、っていう感じで。もう先にポーズやっちゃった。じゃん、アマゾンで買いました。ちゃんとブーツも買ったよ。いや、やっぱブーツまでさ、やった方が良いやろって、これは。結構気に入っとるんやろ。あ、やっぱかわいい、私。かわいくね。うん、かわいい。うん、かわいいよ。で、これがコスプレのセット。どこちゃん。ということで、着替えちゃう。バン。いやー、かわいい、やりめた。これだけでさ、究極のアイドル。はい。あとはね、ウィッグ。なんかもうそれだけでさ、ウィッグいらんやん。まあ、まつげ、あー、ゲームから引っ張った。あー、あの中心がここなんさ、うん、で、ここで一回止めるわ、ピンで。痛かった、痛いっつって、うん、大丈夫、うん、ちょっとだけ切るわ、ちょっとだけ、うん、でもこっち短いな、お前が。なんか、こっちの方が短いな、なぜか。で、多分いがんどんね、真ん中ちょっと長い、パッツンなんだろう、うん、そう、プレラップ、こんなもんでいいんやんな、うん。あんまりピンピンにしやんよ、軽く。かわいい。これで、あとは靴を履いたら
完成なんで、うん、じゃあ完成まで5、4、3、2、1。ヒールがすごい不安定で、膝がここまでしか曲げれません。この後 YouTube の仕事用にこれで愛ちゃんのあの踊りを踊る予定なんやけど、考えましょう。では愛ちゃんポーズ3連生いきます。せーの、愛ちゃん、せーの、愛ちゃん、せーの、愛ちゃん。あ、ごめんごめんごめん。いや、いいね、かわいいね。マジで、うん、かわいい。マジかわいいな。いいじゃん、これ TikTok も撮ろうぜ。靴を変更お願いします。まあそんな感じで今回はマヒメロ星野愛ちゃんにコスプレしていたでした。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やろめろ、バイバーイ。かわいいじゃん。愛ちゃん、愛ちゃん、やっぱ愛ちゃんといえばのあのセリフ言ってみて。愛ちゃんといえばのあのセリフって何や。じゃあママは代わりに言ったんで演技してな、いくよ。やっと言えた。このコスプレで行くの。じゃあ逆に姫が思う愛ちゃんといえばのさセリフは、嘘は飛び切りの愛なんだよ。ああ、いいねいいね。はい、言ってね。せーの、泣いてて泣いてて、せーの。難しいね。じゃあママが声するから姫演技してよ。せーの、嘘は飛び切りの愛情なんだよ。違います、セリフ違わないでください。嘘は飛び切りの愛なんだよ。ああ、オッケーオッケー。せーの。